素晴らしい1問目としてはね最高のものを用意してもらったんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん次の方いきましょうか。じゃあ水瀬かステル君なんだけどどうしようかな、はいはいはい、どっちに行こうかな。まあまあ四つ名に言ってきたらステルさんじゃない。あーなるほどね、なるほどね。え、うん、どういうつながりもどういうつながりもないもんあんたたち。はい、行きましょう。なんですかやめてすぐ手料理作り合おうとするんだよ。効果ありますか。ちょっともうどっちに攻撃。ドン。おー、何それ気になるな。聞いた。いやもうなんか、うん、この話をすること自体が今もう黒歴史になるのかもしれないんだけど、はいはいはい、うわー気になるなこれ。これね僕のね高校時代の話で、僕の勝者にはまあ何度か話してるまあ話なんですけど、高校時代にファンクラブがあったんですよ。70人ぐらいが入ってる。ちょっと待って、多すぎじゃん。どれぐらいの期間これが継続されたかっていうと、はいはい、高2から高3卒業まで永遠に続いたのね。で、なんなら僕卒業して2年後に僕のこと知ってる世代がね、そうだよね、同じね、かぶりはいないのに僕のこと知ってるぐらい、次の世代の子たちが僕のこと知ってる。伝説じゃん。ガチじゃん。なんかね、伝説みたいな存在だったの僕。でしょ。はい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 。一月で8人ぐらいの子に告白されたりとかするぐらい、モテすぎ、激モテだったんだけど。会話をした女の子はあどうせ僕のこと好きなんだっていうなんかね、そのでなんか夏の大会みたいな、部活の夏の大会で他校の人たちと交流することがあって、まあ他校の人たちからしたら僕は別に伝説の存在でもないし何でもないんだけどはいはいはい、これがなんとね他校の子にもモテたんですよ。すごい。もうそれこそ初めましてした子たち5校ぐらいから文化祭誘われて、はい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 、お化け屋敷に行きたいですって言われてその女の子一人にね、うん、行ったんだけど、うーわ、もうなんか結構ボディタッチもされるから、うわー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 で、まあ、誘ってくれた女の子可愛かったから可愛かったらよくないな戻ってきてない。あの頃のハッセル君じゃない。なんか今あの頃のハッセル君の今今あの時代が伝説の時代のハッセル君だった今伝説のおかしいよ。そうなんかもうお化け屋敷出た後にはいはい、もう一回デートしようと思って、うん、解散になったの一応お化け屋敷終わった後、はい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 、まあ、連絡取って、うん、そう同じ方あの同じとこでまた再集合して、うん、で一緒に行ったりとかして、はいはいはい、話したのね。でももう多分この子は僕のこと好きなんだろうなってずっと思ってたで普通にカフェでご飯食べて出るときに、うん、好きだよねって聞いたんだ。うん好きだよねーぐ、ちょっと待って言い方がすごい。もうそしたら、うん、なんでわかったんですかって言われたの。おいは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 い、おかしいな。まあじゃあ連絡、まあ、こっちのあの LINE の方で連絡できますかみたいな感じで LINE やったら、あ、知りたい連絡先があの、うん、アステルさんのあの一緒に大会に来てた横のまずい、あの、あ男の人ですごい仲良さそうにしてたからアステルさん仲良くしたら連絡先聞けるかなって思って今日誘ったんですよって言われて、うわまずい。オッケーオッケー、そう好きだよねあいつのことが好きだよね思い出したら今日そっか始まりからあいつの話してたなあれ、はい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 でもちなみにそいつはマジの親友だったの。もうほんとずっと一緒に、うん、あーなるほどね。もうなんならほんと高1から高3までずっともう一緒にいろんなことやってた大親友ね、はいはいはいでもそれがね割とね、うん、終わりの始まりだったね。告白される回数とかは、うん、まあそれ以降徐々に減ってた。多分ね、オーラがあったのよ。俺モテるんだみたいなオーラが多分、自信がね、そうそう、女の子には多分結構良かったんだけど、その瞬間から僕の中で何かが折れてまあ聞いてる子たちみんないると思うけども、どんなに自信があっても好きだよねはやめた方がいい。いやいやいや、そうだね、好きだよね、えぐい好きだ。でもそんなモテ期来たこと70人でしょ。やばいよね、やばいよね。
ちょっとなんかきっかけがなんか新、うん、2年生になった時に、うんうん、新入生歓迎会みたいなとこでなんか歌を歌ったんだよね。歌だから、まあ、やっぱアイドルルートは始まってたのか、うん、歌って人を好きにさせるみたいなことだねそんなことある。質問なんですっていうか興味なんですけど、うん、バレンタインとかどうなってたの。あ、それ聞きたかった。うん、ああ、なんか箱があった、もう。え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？回収ボックスみたいな。僕の部室に箱があって。ええー！なんか僕の同級生が分かってたから僕がすごいそのもらうことを、うん。はい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 。だから箱を作ってくれててそこに入れてました、みんな。意味が分からない。すんごいな。バレンタインって手渡ししたいんじゃない。ちょっと異次元なんだけど。本当に好きな子たちは手渡ししてくれたけど、あ、もうファンクラブのなんか子とかは、そう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 、応援してるみたいな子たちは、うん、普通にその箱に入れてくれて、もう、お、いや、じゃあ応援してるってなんだよ。アイドルやん、アイドルやん、もうガチアイドルやん。なんなのそれ、すごいな。うわー、これどっちなんだろう。その世界体験してみたかった。いや、違う、ケイちゃん、でもさ、この話が嘘だった場合なんだよね。ちょっと待って、いや、ほんとでしょ。いや、これ、いや、これ、そんななんか、もう小説家じゃん、もうそれもね。だからちなみに、カスすぎて、うん、僕その時、うん、クリスマス時間帯に分けて1日で 3つデートしてました。うわー、出たー、やったてんね。敵だ、敵燃やせ燃やせ許すな許すなでもね、誰かと付き合いたいみたいな、よく そんなになくて。いや、それがダメ、それがダメなんだって。これがだからダメなんですよ。アステル君のこの話、嘘だと思いますか、本当だと思いますか。じゃあ、2位からいきますか。これは、嘘であってほしい。おー、嘘であってほしい、はい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 。そう、イメージっていうか、うん、じゃないと、うん、なんか前半ちょっとなんかすごい自慢されたみたいで、なんかちょっとね。じゃあ、水瀬はこちらの黒歴史、嘘だと思いますか、本当だと思いますか。これは本当やね。おー、その心は。いや、だから嘘だったら小説書いてって話。それ本当にそう。でもそれは本当にそうだね、確かに。では、アルセイヌは本当です。あー、だよね、絶対に、絶対に、だって絶対本当だよな、これ。そんな、なんか質感があったもん、なんか、うん、なんかその女の子の気持ちを分かってる感、なんか。ファンクラブは嘘だ。いや、本当です。本当だね、本当です、それは。いや、頼む、存在してほしい。こちらのエピソード、アステル君、本当ですか嘘ですか。はい、これね、隅かな隅まで。おぉ、本当です。ほらほら、絶対そうだと思った。素晴らしい、すごいって。もう本当に、多分ね、なんか人生って3回モテ期があるみたいな言われるじゃないですか。はい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 、多分濃縮されて1回になった。あー、3回も来た。すごいな。じゃあもう無敵だったんだ当時、本当に何でも。マジで無敵だったね。部活で演劇部だったんだけど、はいはいはい、僕は結構演出っていう立場でいろんな子たちとこう会話をすることが多かったんでね、やっぱみんなも話したいからって言ったら、今あれなんだけど。おい、出てきた出てきた、無敵の忘れられた。出たわね、来てくれるわけ。聞き返してくれて、そう答えてたらなんか長くないみたいなのがなんかすごい、もうささやきが聞こえてくるみたいな。あの子なんか余計に質問してないみたいな、長く。そうそうそう、あー、別にアステル先輩に行かなくてもよくない。ドロドロ。はい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 、なんかすごかった。もうプライベートがあんまなくて、だから夏祭りに。プライベートがあんまりないってどういうこと。そう、なんか花火見に行こうっていうのを友達とさ、その同級生の子たちと花火見に行こうぜみたいな話するわけじゃん。うん、で、まあ学校って狭いからさ、噂がね、聞こえたりするわけですよ。はい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 。で、その聞こえたらそれの全部情報が回って、なんか別に待ち合わせしてないのにめちゃめちゃいたからね、その同じ学校に。うわ、もうちょっと羨ましくなっちゃうから次行こう。70人欲しくなっちゃう。70人のファンクラブが。でも2もあったし、ファンクラブ別に。いやいや、もうあったよかった。